こんにちは、影村です。今日は明治さんからすごい昭和チックな飲み物、昭和ロマンって読むんですかね、ミルクステーキの動画ご一緒にご覧いただきたいと思います。そういたしましたら、まず原材料名の方からご一緒にご覧いただきたいと思います。すいません、ここからですね、砂糖、乳製品、食用油脂、卵黄に食塩に、香料に乳化剤に安定剤、甘味料、酸化防止剤ということですね。あとはカロチン色素です。カロリーの方は1本あたり96キロカロリーということですね。はい、こちらが昭和ロマンのミルクセーキの中身です。実は自宅でも簡単に作れるんですよね。卵の黄身だけをミキサーに落として、お砂糖を好みの分入れて、あとはミルクで、かき混ぜるだけです。昭和生まれで、よくミルクセーキ飲んでいた方ならわかると思うんですけれども、見た感じミルクセーキですよね。もうなんか色が昭和チックですよね。それではお味の方チェックしてみたいと思います。お、これはまたミルクセーキはミルクセーキの喉越しなんですけれども、口当たりがそうですね、明治さんの独特な牛乳の風味を楽しめるテイストになっています。ちょっとだけフルーティーっていう感じでしょうか。フルーツなんか入ってないですもんね。ちょっともう一回チェックします。口当たりがちょっとフルーティー、多分明治さんの牛乳がいいんでしょうね。すごい口当たりフルーティーで、喉越しにミルクセーキ独特のなんていうのかな、牛乳に卵入れてますっていうような味がします。美味しいです。昭和ロマンミルクセーキですね。これもローソンさんの方でゲットしてまいりました。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。